皆さんこんにちは、レック池袋本校で担任講師をしております森下です。今日はですね、私の紹介ということで、動画を撮っているんですけれども、私はですね、人文科学と文章理解 と、論文の、担当をしております。で、まあ、皆さんにおしゃべりをするときには何を大切にしているかというと、皆さんが何を考えているか、皆さんの状況であるとか、皆さんが実現したいことっていうのを、一番に考えて、いろんなお話をしていっております。なので、まずは皆さんの方からですね、どんどん自分はこうしたいよとか、論文こうやって書いたんだけどどうしようとか、今こういう状況なんだけどこれからどうしたらいいとか、いろんなことを私の方に言っていただければ、皆さんに最適な、ソリューションをですね、提供しようと、思っております。なので、気軽にですね、授業の前後でも構いませんので、気軽にみんな話しかけていただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。